これだ。映画には乗って、なんかごめん、グラグラしたぞ今。え、イグニスどうした？夜のドライブは危険だ。また出直そう。部長、どうしよう。やはり危険だ。どうしてもと言うなら止めないが、よく考えてくれ。あーまあ王子だしなこいつ。まあ一応寝てから行くか。いいよ、寝てから行くか。あ、オルカの手記4、相棒。なんか拾った。いいね、デートですか。焼けますね。よし、俺らはここで泊まろう。宿泊する。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。キングスナイトなら俺も参戦してやろうか。なんだキングスナイトって。おーおお、はい。てってってでーん。プロンプトの写真。おー、プロンプトの写真の技術が上がってるね。お、かっこいいじゃん。保存しとくか。あー、かっこいいじゃん。うん、いいじゃん。おぉ、でっけぇ。これでいいや。けん。よし、朝になったか。じゃあ行くか。いい。レガリアだ。オートドライブ。ベッドセンターク。バイランハンター。ここで。準備はできているか。あ、よし、行くか。ドライブメニュー。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。あ、ここか。ごめんね、あんちゃん。ごめんな、あんちゃん。え、この上か。行くぞー。馬の音聞こえたんだけど。僕が折れたら死ぬくね。ノクトだったらで行けるのかな。なんだ、いっぱいあるじゃん。鉱石見っけ。え、でこ近づくわけ。起こすんじゃねえぞ。やばくね。かっこいい。おまあれ、バレてないか。アップのプロンプトやめてくれよ。怖えってプロンプト。これでしょ。はあ、おー、はい。プロンプトめっちゃ歯入ってるよ。ここからしちゃ降りれない。さすがにプロンプトやばいでしょ。え、でかいよな、本当にこいつ。え、来たぞ。え、あ、即死ですか、うちら。俺ら即死ですか、これは。
すげえ。飛んだ。うわーす。え、みんな固まってるし。迫力あったな。いや迫力ありすぎでしょ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。いややばいでしょ。無理だと思った方がいい。え、すげえでけえ。あんなのに乗りてえな。へえ、綺麗な色してんな。よしよし、走れ走れ走れ。うんうん、あ、はいはい。あの鳥何だったんだろう。あいつ何なの。ここは気持ちいいな。そうだな、ま、気持ちいいだろうな。ここはレガニアで行くか。オートドライブクエスト準備はできているか。あ、行こうか。パーキングエリア。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。薬類か。買ってねえな、そういえば。薬類買うか。ん？この休業中なんだよな、毎回。どちらをお求めですか。ポーションじゃ買うか。HP、MP を全回復し、最大 HP の半分。買って、まあそっか、まあ、買った方がいいのか。一ポーションだけでいい気がするけどな。え、ハイポーションいっぱい買うか。あ、ちょっと待って、そっか、そういうことか。4個で。ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうよ。行くぞ。これ飛んでんな。うわ、またイチャコラしてるよ。ここも長いな、道が。猫ちゃんいなくなってんな。猫ちゃんいるかと思ったけどいなくなってるわ。蒸し暑いな。だな。蒸し暑そうだな、ここは。ガーディナにようこそ。お、どうも。テーマイグニス。ん？なんかある。あ、読んだやつか。ジャンプで無理か。ほらよ、来たぜ。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。なんくせつけたお詫びに情報。君らがもらった金か、あれ、カンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。なんだろうな。さあさあ、まだ乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。お、ありがとう。問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。お、準備準備できたって。できたよ。マジ早いな、はい、船が来んの明日だよ。
ちょっとホテルに泊まってて。マジかよ。泊まんなきゃいけないのか。あ。オッケー。オッケー検知かける2倍になったの。何もしないから。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。これいいじゃん。保存しよう。セーブ中。ん？ね、この裁判みたいな。え？ん？火吹き出してるよ。え？なんか防御結界みたいな貼られてる。え？なに？いっぱい。うわ、おい、負けるな負けるな、お父さん。え、なにめっちゃ持ち壊されてんのよ。あ、なにこれ、めっちゃ壊されてんだけど、街が。え、勝てよ勝てよ、お父さん勝て。止めて。あ？何こいつ。え、殺されたの？お父さん。やられた？お父さん。生きてるよね？あの最強みたいな感じに剣めっちゃブロロロやってたのに。あ、おはよう。え？あ、夢落ちとかじゃないの？もしかして。イグニスはすぐ戻ってくるだろう。夢落ち。え、何が起きてんの。うわー、なんか新聞持ってるから夢落ちじゃないな。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が。え、オートが陥落した。はぁ、マジかよ。何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。うわぁ、本当に死ぬんだ。おい、待てよ。知らされていなかった。何がだよ、一体。調印式は昨日だった。そしてバカ言うな、俺たちはオルチエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。ん？冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことが。なら、え、マジか。インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。マジ。どうだ。めっちゃお父さんいい人だったのに。ノクテス絶対。ああ心えぐられてるだろうな、もう。だってなんだよみたいな。お父さんめっちゃ反抗期っぽかったけどさ。いや、めっちゃノクテス多分お父さん好きだと思うよ、これは。なんで？マジか。悲しいなぁ。うわ、めっちゃ悲しい雰囲気だから、雨降ってるし。みんな、無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。ああ、マジか。騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。
だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。まあ停戦つって裏切る国なんてめちゃくちゃあるからな。自分のまあ停戦中に自分のね国が潤って、まあ、ぶっあ何なんだろう。帝国機関戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。インサムニアなくなったのか。本当に、え、なんか石書じゃない？あれ見て、ボート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。え、なにこれ、キモ。なんなん、ほんと何。マジか。あの結構いいところっぽかったのに、街とかも。ここ警護しないってことある？ないだろ、逆に。もう少し行けば、オートが見える場所に出るだろう。待って、BGM うるさいか？え、なに？ほんと。行こうぜ。え、マジで何？帝国軍、このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。停戦もなんもねえからな。陥落したのか。容赦なく攻撃してくるぞ。オッケー、大丈夫か。マジマジか。わ、結構なんかさっきまでな平和そうだったのに、急に暗いムービーになったよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され。消すな。ごめんいらねえよ。ご逝去ってどういうこと。え、消されん、え、え、えげつねえ。もしもし、コールか。無事でいるようだな。どうなってんだ今。どこに。外だよ、そっちに戻れない。ああ、ああってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。マジ。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。マジかよ。ああ将軍か。なんと、ハンマーヘッドに行くって
いや、陛下は。俺がノクティスだったらマジで父親のことぶっ殺した。あいつ何なんだろうな、鎧のやつ。あいつマジ許さねえ。マジノクティス頑張ろうな。お前の決意した時の顔だ。なんなはぁ、マジか。姫様これ。あ、姫様っぽいな。あ、読んでくれるかな。え、誰？え、誰、誰、誰ですか？指輪？紅葉の指輪？うんうんうん。殻を求めて。え、これサブタイトル今。警護隊はもう機能してねえんだろうな。してないだろうな。将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。なんか白くね。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。いや、まあそうだね。ハンマーヘッド向かわないとね。まずエリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。あっちはどうなってるか分かんない。マジか。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど。ああ、そっか、俺ら死亡してることになってるのか。そうだな、行こう。ごめんな、プロンプトンたちの家族の人に何も言えなくてすまねえな。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。いや、将軍、すまないな。用事があるからってもう出てったよ。マジか。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。オッケー。来るって聞いてからじいじずっと心配して待ってたんだ。オッケー。ああ、お前とも話すか。いつものじいじとちょっと違うんだ。なんだか元気がないみたいでね。いや、お父さんが死去しちゃったからな。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録・高評価お願いします。コメントも待ってます。ではじゃあね。